はい、えー、それでは、えー、ベイズの定理について、えー、最後に説明したいと思います。えー、原因となる事象ですね。えー、先ほどの例にでいうところの病気であるという事象ですね。これを A ではなくて H というように書き,書きましょう、えー。H というのは、これは仮定ですね。ハイポテスという、えー、英語の H をとって、まあ、原因と、それから結果ですね。えーまあ、リザルトというか、まあ、データですね。 検査でいうところの陽性というものの事象を D と仮に書くことにしましょう、えー、ベーズの定理というのはこの、うんえー、データをもとにして過程を推測するというのが基本的にいい、まあ、思想というか、えー、狙いとしてあって、えー、PDH ですね、えー、これをですね、えー、このように表すということで、えー、得られる これがベーズの定理です。でこのベーズの定理自身は、えー、条件付き確率の定義式ですね、えー、P の H かつ D、H かつ D というのが起こる確率は、えー、H が起きた上で、H が起きたときに起こる D の確率をかけたものという、えー、情報定理ですね。それと逆に、えー、D が起きて、D が起きたときに H が起きる確率というものをかけたものは等しいと。 この2つの等式を見てですねこの PDH というのは PD 分のこれですねこの p h d かける p h であるというのがこれがまあベイズの定理でこれ自身はそんなに対して難しいものではありませんでこのベイズの定理なんですけれども今あったこの PD というのが一般にはわからない与えられていないというふうにな状況があ 多々あるわけですねで先ほどの、えー、病気の検査の話もそうですけれども、えー、その場合、ですね結局何が与えられているかというと PHD であったりとか、あるいは、まあ、何か、えー、前磁性が H1 から HK に分かれていて、それぞれに対する、えー、D ですね、そのある過程をしたときに、その過程のもとでの結果は分かっているけれどもという状況ですね。 まあ、そのような時にですね、えー、この結果の情報をです、ね、結果の事象を、結果とある過程、別の過程、ある過程、別の過程、別の過程というふうにして、さまざまな過程で起こる状況としてですね、えー、分類して分けて考えて、そして、えー、それを確率の和として表すということによって、えー、この PD を表すというのが、えー まあ実際によく使われる形になるというだけのことですね。で、この PD を例えば、えー、この H というのをですね、えー、いくつかあるといく、いくつかの過程が、稽古の過程があればこうですし、まあ、これはちょっと複雑ですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、ある事象があって、えー、ある過程のもとでは D が起こり、ある過程そうでないときには D が起こる確率,確率はこうなっているという状況のときに、 その過程から原因を原因から、結果から過程を推測するということができるというのが、このベーズの定理ということになるわけです。